少女歌劇団プロジェクト PR 生配信、はい、どうも学生さんです。そしてゲストはラニーノーズのお二人、よろしくお願いします。ありがとうございます。来てくれましたラニーノーズが。いいですね、はい、須崎と山田、はい、知ってましたか、はい、少女歌劇団プロジェクト。いいえ。ああもう早いね。でも僕実はあの、うん、PR 動画みたいなのを見ました。あ、見た。かっこいい曲とともにこう、ね、かっこいいフォントの文字が出て、そうそう、バーって出て、あ、もう見てくれてる。はい、それを見ました。ってことはもう山田だけが吉本興業所属ですね。ちょっと待って、ありがとうございます。ちょっと待ってください。アップでそれ、この配信配信するってなったら何かなとは思いましたけども、何気なく教えてよかった。今日からあなたはフリーです。フリーフリーになりました。いちいち請求書を吉本に提出して仕事するたんびにね、僕はこういうところ経費を使いましたって直でもらってください。何の力が入ってるんですか。すごい力入ってるんですよ。すごいよ。そうですけど本当にすごい。これ10月に発表記者会見あったんですけどもね、はいはいはい、こちらがですね、あの清く明るく麗しくをテーマに美の、和の美意識を体現する少女たちのライブを関西専用劇場から発信していく成長型ライブエンターテインメントとなってるんですけれども、はい、やっぱ新しい形のね、はいはい、ライブエンターテインメントを作っていこうじゃないかと、うん、いうことで、しかも専用劇場からって言ってるっていうことは劇場作るっていうことですよ。なるほど。作るんですよ専用。もうこのすごいですね、歌劇団のための、うん、もうお笑いもなしで一切。基本吉本興業やりますけど、お笑いという部分はそれ喜劇とかはあるかもしれないけど、まあ歌劇団入られた方々がね、そうそう、コメディ的な部分もやるやろうけれども、言うたら芸人さんがやる吉本坂46とは一線を画してるんですか。ジャンルが違う。ジャンルが違う。全く別なんです。もう全く別物です。ね、村上昌司さんは入らないんですよ。入れないんですよ。ジャケットめちゃくちゃかっこよかったけどね。いや見ましたよ。最初デビューしてあんなあのミュージックビデオで多田さんだけ違うダンスしてても もうそんなもう無理よ。甘いものではない。ないですよ。間違えてあるけど。これね、まあ、まずはどんな方に来てほしいか、はい、お家の概要で、はい、メンバーの募集ですね、今年の12月31日23時59分59秒までとなっておりまして、ウェブでの応募となっております、はい、応募資格は2019年3月31日時点で、うん、満11歳から満17歳までの女性、経験は不問、合格後指定のスケジュールに従って日常的にレッスンを受けた上で劇場公演に出演できる方、はい、年明けよりオーディションを実施、4月頃にメンバーが決定、その後日舞、殺陣、ダンス、歌などのレッスンに励み夏のデビューを目指します。はい、ということでございますね、はい、さあ、なんかずっと、あ、そうよ、さっきからも気になってんけどずっと、はい、ユナさんという人があなたたちは審査員の方ですかって来るんですよ。そうです。そうなの。そうなの。そうなの。そうですね。実質それはちゃうでしょ。そうですね。レナさん失礼、あなたたちはって何やもんね、実質、あ、すごい劇団っぽいな。でもリンさん、はい、私いけるっていう条件に当てはまったから、おー、17歳までの方いける、うん、年齢だけクリアすりゃ、そう、ぜひそれはね、もしちょっと外にね、はい、なんかそのエンターテインメントとか人前に出ることに興味があるならば、うん、一度オーディションを受けていただくのは全然ありかなと。そうですね、はい、そうですね、オーディションを受けるのは費用はタダなんで。あ、タダなんですか。交通費だけはちょっといただいて、あ、いただくのか自分でお支払いいただく僕なりじゃなくけれども、はい、オーディションを受けるのはタダやし、はい、オーディションに通って、うん、デビューまでレッスンとかあるいは、言うたら NSC 的な期間、はいはい、レッスン料無料で、はい、今言ったやつとかそれ以外もお芝居とかいろんなものをもうちゃんとプロの方に教えていただくという、うん、いいんですか。すごいですね。いいんです、もう力入れてるんです。本気ですね、それは。本気なんです。すげえ。さあ、でそのね、本当にこのプロジェクトの総合演出が、はいはい、ゲーム桜大戦であるとか、はい、まあ、アニメマシンエイで渡るとかの数々ヒットを飛ばしてこられた、はい、ヒロ王子さんという方がいよいよ3次元のプロデュースに、来られたので、桜大戦もだってあの歌劇団みたいな設定。そう、主役はもうやっぱ山田は吉本所属です。ありがとうございます。違う違う違う。名刺の手間さん、曲はめっちゃいいですよね。曲はすごいいいのよ。曲だらけなのに。そうなんですよ、だから、ね。手掛けるが大変なことになりますよ。そう、この方がやってるやつは基本的に全てヒットしてますから、ね。ヒットメーカーでございますから。はい、さあ、この方がね、うん、どんななってくるのか、はい、興味ありますけれども、うん、ちょっともう、どうですか、今年1年もう終わりますよ。いや、そうありますね。どんな1年やったんですか、ラニーノーズ。今年はまあ、はい、なんか歌ネタを狙ってたんですけど、やっぱそこにはちょっと届かなかったっていう悔しい思いがちょっと残ってるんですけど、まだ、うん、そうですね、確かに歌ネタをね、僕らは取っとかんとダメでしょうというところなんでね。そうや、もうギ
ター漫才とかやってたもんね。ギター漫才公演に漫才コントコントギター漫才とかやってたもん。ちゃんといよいよ、はい、昭和もそうなんです、ね、そうなんです、はい、交番表にね、うん、交番表に、はい、だそのギター漫才もちょっとあんま聞き馴染みないじゃないですか、うんうん、音曲漫才ももっとないじゃないですか。音曲漫才ないね、もう今ね、うん、なんか新しい言葉ないかなってちょっと思ってるんですけどね。そうなんです、相談させてください。それはそうラニーノーズ の、はい、そのギターを使って漫才するっていうのを、ああその音曲漫才はちょっと古いんかなっていうので、なんかちょっとね三味線とアコーディオとかするもんね。なんかちょっと音曲漫才になるとね、はい、この名前を聞いたらラニーノーズの漫才やってこう分かるような名称がね、うん、ちょっと欲しいなと思って。でもそれはもうラッパハッパ師匠に言うしかないんじゃん。ラッパハッパ師匠に聞くしかないんじゃん。ラッパハッパ師匠はでも、いや音曲漫才でええやんって言いますね。ラッパハッパ師匠ほんまにあの、まあ、注目してると思うで、はい、あの人がそれで見てんの俺初めて見たもん。マジで。いや一回僕らその漫才中袖で見てくれてはって、うんうんうん、で漫才終わって戻っていったら、うん、一言もうちょっとテクニックあった方がええなって言ってさ。そうやね、だからラッパハッパ師匠のすごいところはネタに入る前のギターが上手すぎるっていうのがあるんですけど、そこ聴いてられるっていう、そこもうちょっとやってほしいってな。ネタ入らなくてもまだまだいいです。もうちょっと聴けるんで。あの裏で弾くやつめっちゃ臭い。これすごいですよ。ロックミュージシャンがやるやつ。そうなの。俺はオースティン。あれ聴いたらやるやつ。そうなんですよ。ね。すごいでしょ。あ、でもそのリンさん打たれた方はずっとラニーに投票してましたよと。ありがとうございます。敗者復活になるかどうかみたいな時やったっけ。だからそうですね、敗者復活で選ばれた中で結局まあ3位で終わってしまったんですけど、はい、本戦に行けるという、うん、そういうことですよ。惜しかったね。でも来年だからそうやって名前、はい、どうするギター、いろんなね案があるんですよ。あ、何の違う、ノイズ漫才だとか、ノイズはちょっとうるさすぎるし、そうやな、イメージが雑音からね、はい、あとミュージクリ漫才とかしゃべくりしゃべくりならぬミュージックとミュージックとしゃべくりとしてミュージックリ漫才、ちょっとあんまフレームをしたかなれへん、つまりミュージックリ漫才だミュージックリはたくさんあるんですけどね、うん、そうなんです。もう単純にもギグとかでどう。ギグメインプレイ。じゃあこのラジオで漫才今度ギグって書いてギグ5分で終わるの。バンドマンが言うやつギグが5分で終わるわけいいやん。ギグで終わるギグはないないよ。30から1時間やってほしいギグなら。ギグか、ギター日本、はい、そうなんです、相談してるんですね。誰かいるギター日本でそのアーティストの人とかって。ギター日本のアーティスト、うん、なるほど。ユズはまあ1本やし、日本の時もあるけど、うん、デパペペとかですかね。あ、デパペペデパペペで演じるさせないやからデパペペ、デパペペ、いやからラニーのデパペペって書いてあるデパ表にゴンチチ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 ウクレレリフォそれぞれのファンの人が怒ってきますから。なんやろうな、漫才につけなあかんのかな。まあなんか分かれば漫才ついようと、まあジャンルとして分かりやすいですかね。確かに一応コメディはあるよってことやもんな、漫才についてると、はい、でもギターがあるよ、音のスカーが。今はギター漫才やな。どうする、音曲漫才、音曲漫才か。これはもう広い王子さんに聞くしかないっちゃう。1時間ぐらいでえげつないの作ってくれちゃう。名前ポンと出してくれそう。そんなことやってくれるんですか。そうやってくれるのか。何でもな。そうだからこれ1週間8月に依頼受けて、広いさんは、はい、1週間で少女歌劇団プロジェクトぐらいまでを何かやりましょうって吉本に言われて、あ、そんな、あ、少女歌劇団はやりましょうじゃなかったんですね。そう、へえ。で、少女歌劇団じゃあこんな感じでどうですか、コンセプトっていうのを1週間で考えて出して、はい、その1時間後ぐらいにはこのポスターがもう出来上がってて、マジか。で、その次の日ぐらいには山田が見た PV が出来上がってもうすごいね。すごいよな。すごいな。すっごいアクティブですね、うん、動いてくれる方やから。投げますね。でもこれはでもね、投げた先正解。そうですね。100%絶対いける。そうですね。井上さんに言ったのが正解ですね。そうそう、正解。アーティスト漫才って記者場真中さんは言ってるな。アーティスト漫才。アーティスト漫才。悪くはないんやけどな。なるほどね。悪くはないよね。ベストヒット漫才だ。ちょっとハードル上げる。歌うやん。ベストヒット漫才。歌うな。ベストヒット漫才。歌うし。FNS 漫才。かがやけ日本レコード漫才。長いね。入ってくる項目。相談する相手間違ったわ。
伝えるだけでしょ、タイトルに。ありそうやろにな、なんかな。ほんまやな。なんかありそうやろにな。漫才って英語でなんて言うのかな。スタンダップ。コメディもでも漫才ないんじゃないないんか。日本は日本独自か。そうやな。漫才なんかね。なんか横文字っぽい。広井さん見てへんかな、この配信。ほんま見てるかもしれないから、ね、これに入ったらラリーに会えますかっていう、もしかしたらイベント一緒だったらね。あ、そんなんもう宣伝大使とかやらせてください、それは一緒に、うん、でもちょっと公式お兄さんなんで、こちらお兄さん公式お兄さんなんで、少女歌劇団のそうなんですそうですもう募集にしてますしてます審査員とかも言うし、なんだ先に名刺つくとこがおりますこっちができる前にぐらい配信やってますけど、確かにリンさんちゃんと考えてくれてるね。ね MC って書いてカッコミュージックコンビ。いや MC ラニーノーズ MC。MC ごはん食べにあってその人からだってラニーノーズ MC。いやいやいや。だからいいやん。中 MC かなって思うか僕ら。後半の真ん中でラニーノーズ MC ってなってさあ出てくる。ミュージックコンビニーから。あほんまや。略して MC。MC いいね。でも MC 漫才。まあ、FM とかもね、確かに考えてる。ファニーミュージックとか。あ、いいやん。実はな、こういう意味ってなるね。はい、ややこしいですけど、まあ、サウンド、SM はややこしい、サウンドミュージック。あ、はい、はい。そんなんもありかもしんない、確かにね。MC はちょっとややこしいけどな。だってキャッチフレーズにも使える可能性あるわけじゃないですか。そうやな、まあそうか。僕らネタする前に、例えば、どの番組が決まったらね、新生活 MC、ラニーノーズ。あ、来た、もう。MC 行っちゃうんですよ。いまだ東の方を上回ろうという。ミュージックコメディのやつ。そっちはもう、ジェロコシすぎる。M ステ漫才もあるよ。M ステ漫才。M ステって、あ、ミュージックステーション。じゃあ番組に引っ張られすぎでしたか、M ステ漫才。ベストヒット。他ある歌番組、他何かある。歌番組か、ちゃんと歌番組はね。何やろ。音楽の力。音楽、音痴か漫才。音痴か漫才。で、バチカみたいにやめてください。音痴か漫才もいいけどな。ミュージックステーション。ミュージックパラダイス、ミューパラ漫才、ミューパラ漫才。いやそれ聞いた時やっぱ分かるイメージできた方がいいじゃないですか。だってほんまやな。何それってなった時、まあ、調べたら分かる。まあ、音曲漫才、音曲ってかっこいいんですけどね。うん、まあ、確かに音曲っていう言葉はね、うん、言葉は音曲ね、曲を、曲を漫才って言ってた。曲を漫才業界用語みたいな、なんでやるの。なんかもう80代ぐらいの世代でめちゃめちゃ審査入るの。耐え難きを耐え。それは競争すぎますって。耐え。曲を、玉の。漫才を英語で、あ、言えんは、コミックダイアログっていうらしいですよ。ダイアログ、コミックダイアログ。ダイアログ、知らない。漫才だけで。コミックダイアログっていう。漫才。漫才だけで。へぇ、ダイアログ。コミックダイアログ。でも略称 CD やからまだいい感じ。いいよ、CD。CD 漫才。CD。CDM。コミックミュージック漫才。CDM。CD。ダイアログ。ダイアログ。CD か。いいです、皆さんがすごい、うん、ありがとうございます。あ、でもあ、だいぶだいぶリンさんが仕上がってきた。 MC があれなら、はい、RMC、はい、ラニーミュージックコメディ出ました出ました、最高、かっこいい。出てないです、出てないです、出てないです。出ました、出ました、 RMC、 RMC いいやん。あ、でもほんいいやん、 RMC ラニーミュージックコメディいいやん。まあ、使ってる時もちゃんと答えれるようにしといてね。いや、いや答えれないんで、僕らも分かんないですって言うとおしまいでしょ。あの、ママ漫才っていいんじゃん、ララランドみたいな。なんか違うことは起こりそう。音楽はなんか使いそう。使いそうやん、ママ漫才。ママ漫才。ママ漫才。カタカナでママ漫才。ちょっとそのイベントで、ちゃんとタクテンちゃんと入れて、ちゃんと。タクテンで入れたら。毎回師匠が呼び出されますって、どういうことやママ漫才。前らどういうことやん、評判表に何のママ漫才って感じ。いじってんのかって。漫才いじっちゃうよ、そこ。いじってるとしたら、ララランドの方いじってますね。漫才はいじってませんと。いじってません。いるやん。いろいろあるからな。こんなんかやらないじゃん。めっちゃ出してくれました。一回ちょっと。ちょっと参考にさせてもらって。一応こっち的には、輝け日本レコード漫才。それです。それが一番いい。輝け今のとこ、こっちの1位勝てる推しは。そう、それがで、ちゃんと年号変えていってよ。来年と2019輝け。ジャンルってそんな変わらないんですよ。毎年毎年ジャンルって1回決めた、それでやっていくんですよ。19
19だね、19 1920箇所から扱うとかじゃないよ。さあ、いらっしゃったよ。ということで、ゆうなさん、なりたいよ少女歌劇団プロジェクトにと。ぜひぜひ、なってください。応募するのただやったら、そんなのね、受けたら、はい、ほんまそうですよ。今、多分書類は送っていただけてるんですかね、確か。ゆうなさんは昨日コメントくれたからね、という人が。あら。ですから、それは来年の真ん中ぐらいからですかね。順次、好評発表ございますし。うん、さあ、そして、ね、もうどん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 進んでいきますけれども。はい。もうまず先も言ってましたけど、レッスンはもう無料で、無料ですから。はい。もう受けるだけ。受けてみて。ね。自分の実力を試していただいて、はい、そこで夢を見つけていただいて、うん、素敵な女性になっていただけたらなと。いうことでございます。沖縄からだと遠すぎるという方がいるんですね。あ、確かにね、オーディション受けるのもちょっと一苦労ですけれども、もし気になるなら、いや、送るだけは全然ね、うん、だってまだ、だって沖縄も移動費払いましょうってなる可能性もあるわけですますからね。で、沖縄の方が一人もいなかったら、うん、それはもうすごい武器になりますね。あ、なるほど、確かに、ほんまや、確かに。そうなのよ、チャンスはね。過激ん中、過激ん中になれる可能性がありますからね、うん、ぜひぜひ受けていただいて続報を楽しみにしてください。じゃあ軽くおさらいしましょう、オーディションの概要。メンバーの募集ですね、年内23時59分59秒までとなっております。応募資格は2019年の3月31日時点で満11歳から満17歳までの女性、はい、年明けよりオーディションを実施しまして、4月頃にメンバーが決定と、はい、で日舞、殺陣、ダンス、歌などのレッスンに励み、はい、夏のデビューを目指します。はい、関東の方にもレッスン場ができますので、はい、ぜひ日本全国からご応募いただけたらと思います。はい、13時からアキナさんとお送りいたします。13時半からはアキナさんとお送りしたいと思います、はい、というわけでこの時間の配信は輝け日本レコード漫才でおなじみ、ラ